皆さん、こんばんは。北海道札幌からオリジナルスキンケアアイテムと暮らしにまつわる物事をお届けしています。サボンデシエスタのつけしばあやこです。えー、今晩も21時になりましたので、夜のシエスタ、毎日の暮らしに心がほっとするひとときを送ろう。ラジオを、ラジオラジオ ライブをお届けをさせていただきたいと思います。あ、カナさんこんばんは。ね、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、ライブは昨日もお話をさせていただいたんですけれども、毎日の心がほっとするひとときを作ろうっていうのをテーマにしていて、なんか皆さんと一緒にこう、おしゃべりをするような感じで、あの、 こう心がホッとするひとときをね、一緒に作っていけるようなラジオにしたいなと思っているので、ぜひ、えー、お気軽にねコメントの方を入れてください。あ、M ゼロ四ゼロ一クディンさん、えマチ五二五三、ええー、アクピ九三五ゼロ三、MT トモコ十八さん、こんばんは。で、ね、間違って私今ラジオって言っちゃった。<laughs> ライブですね。はーい、ぜひぜひ今日もね聞いていただけたらと思います。さてさてさて、えっ、ー、と今日は。 えっと、めちゃめちゃ寒い一日でしたね。あの、札幌の今の気温をちょっと調べたら、今12度なんですよ。で、えっ、ー、と、もう本当に寒くって、またね、長袖を引っ張り出してきているんですけれども、東京の気温を調べたら、東京が25度で、えっ、ー、と、大阪とかは今日日中27度とかあったので、あなんかやっぱり北海道というか日本ってね、細長いなって思いました。 ね、えー、今日、同等の方とね、オンラインで、ちょっと打ち合わせをさせていただいたんですけど、その方ともめっちゃ寒いですねっていう話をしていたら、なんか同等は、なんかもっと寒いみたいで、一桁だっていうふうに言っていました。あの、夕方で気温がね、なんか冬っていう、きっと本州の人から見たらね、冬っていう感じなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ね、えっ、ー、と、MT とも1 8さん、 気温の違いにいつも驚かせてもらってます。本当ですよね。もう本当に全然気温が違うからびっくりですよね。でもそんな中ですが、サボンデシエスターは今日から、えっ、ー、と、こちらですね、えー、6月の限定の3つのミントの石鹸始はじめとしたひんやりミントシリーズが発売になりました。今日の11時からね、販売開始になったんですけれども、本当販売スタートと同時にたくさんの方にね、今ご注文をいただいています。 で特にやっぱりこの石鹸が人気で、普通ね、石屋さんの限定石鹸でいつも販売スタートすると、まあ皆さん1個とか2個とかお買い求めいただくんですけど、今日オンラインショップのお客様のお買い物をこう見てたら、もう5個とかそういう感じでお買い求めいただいているので、なんかやっぱりね、なくなるのが早い,い感じがしております。なので気になる方はね、ぜひ早めにご覧いただけたらと思います。 M0401 グリーンさんは宮城ですね。宮城県は暑かったです。そうか、宮城は暑かったか。ね早く札幌も暑くなってもらいたいなと思います。明日からね、北海道の札幌は、よさこい騒乱祭りっていうお祭りが始まるんですよね。で、あのー、みんなよさ,かよさこいの祭りを4日間ぐらいずっと踊るので、 暑いとそれまた大変なんだけど、寒いと待機時間がきっと踊る方たちね、大変なんじゃないかなと思うので、ね、暖かくなってもらいたいなと思っています。あ、えぇ、ー、ゆじの、ゆじの、ゆのりパンクさんかなまだ使ったことないです。ミント気になっています。あ、ありがとうございます。本当にあの、夏ね、暑い季節はこのミントの石鹸すごくおすすめなのでね、ぜひ試してみてください。 え、まさかなさん、ボディオイルも、ボディオイル、ボディミストかなもうないみたいですね。あれ、本当ですかちょっとね、後で、あの、オンラインの在庫を見てみたいと思います。ボディミストも、今日私、昼間ね、あの、昼間もインスタライブして、あの、限定のシリーズのご紹介をさせていただいたんですけれども、本当にこの首のところにライブしながらシュッシュッシュッってこうして、で、その後、あの、オフィスで仕事してたんですけど、 スタッフみんなにあ、なんかもう首のところがめっちゃ涼しいわって言いながらライブをしていました。なので本当暑い時にはね、おすすめなんだけど、ちょっとボディミストないから、ないのかなちょっと後でもう一回確認をしてみたいなと思います。かなさん教えてくださってありがとうございます。まだね、直営店の方には在庫があるので、あの、ちょっとなかったらこの在庫の移動とかね、オンラインの方とかもしようかなと思っております。さてさてさて。というわけでですね、今日は お話をしようかなと思っていることをちょっとコメント固定しますね。はい。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、フォーチュニア・コダーダさんオンラインオーダー会で、えー、人気のシャツは というテーマでお話をさせていただきます。あ、その前に皆さんありがとうございます。カナさん、ね、ありがとうございます。コメント、よろしくってコメントありがとうございます。確認しときますね。あと、アクビ93503、ミスト、明日買いに行きます。あ、ありがとうございます。お店の方はね、確実にね、まだまだ在庫があるので、ぜひご覧になってください。で、えっ、ー、と、今ね、オンラインショップでは、6月の9日まで、ホーチュニア・コダードさんのシャツのオーダー会を開催させていただいています。 で、あの、すごいたくさんご注文いただいているんですけれども、あの、5つね、デザインの形があって、それぞれに、あの、カラー展開とかもあるんですね。で、あの、オンラインの方では、どんなね、シャツが人気なのかっていうのを、今日ベスト3っていう感じで、えっ、ー、と、アイテムをちょっとじっくりね、ご紹介をさせていただきたいと思います。で、えー、まず、第3位ですね。第3位が、えー、こちらのシャツになります。はい。 スタンドカラーの前ヨークのシャツになりますね。で、そちらの色もね、2色あるんだけど、オンラインで人気があるのはグレーという色が人気になっています。で、今日はね、あの、お店からシャツも持ってきたので、ちょっとお見せしながらね、ご紹介したいなと思うんですけれども、あの、このね、スタンドカラーのシャツは、もう本当にフォーチュニアコダータブランドが始まってから、もうずっと作り続けられているシャツなんですね。 なんかものすごくこだわりもとってもあって、で、この前ヨークがこうちょっとね、ラウンドのね、前ヨークがあるのがすごく可愛いシャツになります。で、スタンドカラーなので、襟周りがすごくスッキリ見えます。で、実は私が今日着ているのも、このスタンドカラーのシャツの長袖版をね、着ているんですね。で、ほんと首周りがね、着ていただくとこうスッキリと見える感じになって、 で、今日は下にね、こんな感じでオーバーオール着ているんですけれども、シャツ1枚で着てもいいし、こんな感じで、あの、オーバーオールとか、なんかそういうのを合わせていただいても、すごくね、スッキリと着る感じができますね。で、前用がここにあるんだけど、なんかこう、隠して着てる感じでも、すごく素敵なシャツになります。で、えっ、ー、と、このシャツすごくいいなと思うのは、着て、わかるんですけど、ここのボタンの幅とここのボタンの幅が違うのわかりますか で、これすごくデザイナーの中富さんのこだわりがあって、あの、ここのところが肌がね、見えないように、綺麗に見えるようにっていうので、ここのボタンのピッチを、あの、このシャツはね、上は狭めで、狭めで、ここはちょっと普通のボタンぐらいの間隔で開けてデザインされているんですね。 だから、あの、こう着ていただいて全部止めてもいいし、また一番上をね、一個開けて着ていただいても、あの、肌が見えすぎないので、すごく綺麗に着ていただけるシャツになります。で、後ろ側もとっても素敵で、あの、ここのところに綺麗なスリットが一枚こう入っているんですね。一本入っているので。なので、後ろ姿もすごく綺麗だし、あと、動きやすいんですよね。やっぱここにスリットが入っているので。 で、今日、あの、私がいつも髪切ってもらってる美容師さんが今日お店に来てくださって、このサンプルもまだあるので、今日見ていってくださって、で、注文くださったんですけど、この形注文くださったんですよね。で、やっぱ後ろに、あの、このスリットがあるから、美容師さんってこうやってね、前ちょくちょきするじゃないですか。で、そういう時とかもすごく動きやすそうでいいなって言って、えっと、このシャツをオーダーしてくださいました。 で、この色も、あの、ライトグレーというか、すごい淡いグレーなので、あの、すごくそれも、あの、とても上品な感じでいいんじゃないかなと思っています。で、これ生地が、あの、夏場涼しく着ていただけるように、ちょっとこう、シャリ感のある生地で、ハリもあるので、すごく、あの、綺麗に着ていただける感じのシャツになります。で、これが人気第3位のシャツですね。すごくね、ほんと素敵なシャツになっております。 人気第2位のシャツが、じゃんこちらですね。えっと、ボックス型の、襟付きのシャツになります。で、このシャツは、色が、えっと、白と、ネイビーと、それからベージュの3色あるんですけれども、人気なのはね、このね、白がね、すごいオンラインでは、とってもね、人気になります。で、実際、ちょっと、あの、シャツね、持ってきているんですけれども、このシャツね、 やっぱり、このシャツもそうなんですけど、着た時に襟元がね、全然苦しくないんですね。全部上までボタンを止めても。で、着ていただくと、すごく程よい、ここが、あの、抜け感がある感じの、あの、襟がついてるので、すごく、あの、苦しくなく着ていただけますし、あと、なんかね、シンプルに見えるでしょシンプルに見えるんだけど、もう着るとね、本当に綺麗なシャツになります。 で、半袖の長さも、あの、すごくこだわっていて、実際に着てもらうと、ここぐらい、五分袖まではいかないんだけど、ちょっと長めのお袖がついてるんですね。なので、手がね、こう、ニョキって出すぎないで、あの、すごく上品な感じで着ていただけるっていうのもあります。で、あのー、 ちょっと前にインスタの方にも投稿したんですけど、これのベージュの色をお店スタッフの吉田がワンピースの上にボタンを全部開けて、こう羽織りみたいな感じで着ているんですね。で、これね、丈がちょっと短めなので、ワンピースとかと合わせて着ていただいて、ー帰ガンじゃないんですけど、羽織りみたいに使っていただくのもすごく素敵です。 で、後ろを見ていただくと、あの、タックがね、こことここ、2本入ってるので、あの、後ろ姿が、ちょっとこう、A ラインが綺麗に出る感じで、あの、すごく素敵なシャツになりますね。で、ここのサイドのところにはスリットが入っているので、あの、ワインのボタン止めていただいてもいいし、羽織りみたいな感じで着ていただいてもいいし、すごく抜け感が、ここがふわっと出るので、これもとっても可愛いですね。で、 このまま、あの、シンプルに着ていただいてもいいし、中富さんがコーディネートでお勧めしてくださってたのが、ちょっとここの、あの、お袖のところを一折、ロールアップする。そうすると、肌の見え感がちょっと変わってきて、あの、もうちょっとこうカジュアルな印象にも着ていただける感じのシャツになります。ね、で、あの、素材も、先ほどの、あの、洋服のシャツと同じで、シャリ感のあるコットン素材なので、夏ね、 していただいてもこうベタベタしないで、さらっと着ていただける感じのシャツになります。これが人気第2位のシャツでした。白も人気だけど、あのベージュの色とかもね。すごくこれはね人気のね。シャツになります。で、人気第1位は皆さん何が分かりますか？人気第1位のシャツはこちらですね。はい、ちょっと私が着ていて、あの恐縮なんですけれども、あのこちらのえっ、ー、と。 ノースリーブのブラウスが人気になっています。で、これは本当にすごく爽やかなシャツで、ちょっとね、実物がこんな感じで、ロンドンストライプっていう細身の,あのブルーと白のストライプになっています。なので、着ていただくとね、すっごい爽やかな感じなんですね。で、あの、ここは白とブルーなんだけど、ポイントはここ、襟のところ、 ここのところのパイピングがグレーのパイピングがついているので、あの、ちょっとね、こう締まりがあって、すごく大人っぽい感じで着ていただけます。で、前ボタンのシャツになるので、あの、あ、今、あくび350さんがコメントくださいました。ストライプのシャツ初日に購入しました。本当ですかありがとうございます。すごい嬉しい。ね、このストライプのシャツもすごいお店でもとっても人気でしたね。で、あの、 前のボタンを全部止めてきていただいてもいいですし、あの、中富さんのおすすめは上3つとか開け、止めて、で、下のインナー見える感じで来ていただくっていうのもおすすめになります。で、このシャツのすごくいいところは、ここの脇のね、あの、開きがすごく狭いんですね。 なので、あの、中のインナーとかが見えずに綺麗に着ていただけるので、本当にね、ノースリーブなんだけど、安心して着ていただけるノースリーブですね。で、ここの肩のところも、あの、太めなんですよね。なので、肩が抜きって出てしまう感じではないので、これもね、すごく上品な感じで着ていただけて、大人の、あの、女性の方が着るノースリーブとしては、本当におすすめですね。で、後ろも、あの、 第3位でご紹介させていただいた、あの、ヨークのシャツと同じように、真ん中にこうやってスリットが入っているんですね。なので、動きやすいですし、あとは、あの、動いた時の後ろ姿が、やっぱりとにかくとっても綺麗っていうのが、このシャツになります。で、中富さんは、あの、シャツをね、着るときに、ここの前、ポイントはここの前が綺麗に見えること。 それから、あと、後ろ姿が綺麗なことっていうのにこだわって、えっと、デザインをされているので、あの、本当にね、自分では見えないんだけど、後ろ姿がとってもね、あの、このシャツどれもおすすめかなと思います。あ、まさかなさん、えー、暑くなってきた北海道でも素敵に過ごせますね。本当、その通りなんですよ。去年とかね、めちゃめちゃ暑かったじゃないですか。で、あの、 で、以前だったらノースリーブってそこまで着なかったけど、もう今、ほんと7月の中旬からね、9月の頭ぐらいまで、もうノースリーブがいいなーって思う、なんか暑さになってきているので、そういう時にね、1枚あるとすごくおすすめな感じになります。で、あの、このね、ブルーストライプも人気なんだけれども、あの、もう一つあって、これね、えー、カーキの方。この色もやっぱりとっても人気があって、 で、えっと、カーキの方はここのパイピングのところが無地のカーキの色がついてるので、これもね、キュッと締まる感じがして素敵だなというふうに思います。でこんな感じで、えっと、ホーチュニア・コターダさんのシャツの、えっと、オンラインでの人気アイテム3つご紹介をさせていただいたんですけれども、え一番人気はね、こちらのね、しょ。 このロンドンストライプのブルーのシャツ、ノースリムのシャツが今のところ一番人気のアイテムになります。で、えっ、ー、と、オーダー自体は6月の9日までオンラインショップでオーダーを受けして、で、お届けは7月の下旬に、えー、と皆さんのお手元にあの1枚ずつ丁寧にお作りをしてお届けをさせていただきますので、あの楽しみにねしていただけたらと思います。 で、あの、もちろんオンラインでご注文いただいてもいいですし、いやいや、でもちょっとね、実物見てみたいんだよね、やっぱりっていう方もいらっしゃるかなと思ったので、今週いっぱい直営戦の方には、あの、オンラインで掲載のアイテム全部、もう少しサンプルを置かせていただいて、あの、展示させていただいてます。 なので、実際ご試着とかもいただけるようになっているので、ちょっとね、気になるアイテムがあったら、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。ね。どうですかね皆さんの気になるアイテムはランキングの中に入っていたでしょうかね、また、同じシャツでも色が変わると、またすごい雰囲気が変わってくるので、ぜひね、そのあたりもね、楽しく見ていただけたらと思います。でですね、 ちょっとここからは、ゆるっとおしゃべりをしながら、これを皆さんにお見せしたい。<laughs> あの、今、フォーチュニア・コダーダさんのシャツのオンラインオーダー会をさせていただいているんですけど、フォーチュニア・コダーダのデザイナーの中富美香さんは、あの、シャツのデザイナーでもあるんですけど、あの、パティシエの資格を持っていて、カフェも、あの、経営されているんですね。 で、あの、中富さんの経営されているカフェ、衣茶屋というカフェなんですけれども、あの、そちらが、えっと、そちらで作っている焼き菓子を、えっと、もう少し数量、あの、お店の方で販売をさせていただいています。で、よくよく考えたら、この中がどうなってるのかって、ちょっとね、シャツとかね、今回キャンドルとかご紹介するものが多かったので、なんか皆さんに見せてなかったなと思って、 ちょっととこれの、ね、中身を最後にに皆さんに見せたいなと思いな思ますあ、マッチ525さん、ノースリーブのシャツ挑戦してみたいです。ぜひぜひぜひ、本当に、あのー、すごくね、絶対着やすいと思います。なんかノースリーブのシャツ着るときって、やっぱりインナーが何、見えないように。 なんか結構ね、気使うんですよね。でもこのシャツは本当にインナー脇から見えないので、もう本当サッと届いたら、あんまり何も考えずに着ていただけるので、あの、大活躍するんじゃないかなと思います。で、このクッキーなんですけど、このクッキーね、ハブアナイスデイクッキーっていう名前がついていて、で、味がプレーンと紅茶味とキャラメル味の3つの味が届いているんですね。 で、それぞれのパッケージごとに、ここの木の種類と、それから鳩が必ず飛んでるんだけど、この子はね、今ね、飛んでいる鳩がいるんだけど、いろんな鳩が、あの、木の種類、パッケージによって違う、すごく素敵なパッケージになっています。で、なんかもう、食べ終わった後は、この箱をね、私そのまま、あの、飾り棚のところに飾っているんですけれども、ほんと立体的な絵みたいな感じで楽しむこともできます。 で、この中なんですけど、私ちなみに、このクッキーはめちゃめちゃ大好きです。で、去年ミカさんがこのクッキー作りましたって発売始めた時、もう普通にオンラインで、あの、その時あと3種類をパチパチパチって買って注文してお取り寄せをしたぐらい、もう本当にね、初めて見た時、心がときめきました。で、開けると、こんな感じで、中に、 かわいいカードと、それからクッキーがこんな感じで入っています。でね、カードにはすごくね、かわいいことがは書いてあって、クッキーに込めた思いを小さなハトが届けます。良い一日になりますように。ハバナイスデーだからね。なんかそんな、こんな感じのえかわいいカードが入っております。で、中も、あの、本当にあの、すごいいっぱい入ってるんですよ。で、開けていただくと、しょ。 ほら、こんな感じでね、クッキーがいっぱい入っていて、で、形がね、2種類入っていて、あとのクッキーと、それからキューブ型のえクッキーが入っています。あとも多分何匹 ?15 匹ぐらいいるのかな ?10 匹ぐらいかなすごくね、こういう可愛い鳩が入っております。で、実際に、ほら、めっちゃ、ピントが合わない。<laughs> ほら、めっちゃ可愛くないですかすごい、 あの、型抜きなんだけど、すごく立体のある型で抜かれてるので、よくほら、型抜きのクッキーって、なんだろう、こう、ん <laughs> なんだろう、こう、抜くだけのやつがあるじゃないですか。伸ばしたやつを抜くだけ。そうすると、この立体感は出ないんだけど、これはちょっとね、美香さんどんな型作ってるのかな使ってるのかなと思うんだけど、ほら、こんな感じの立体の可愛いい、えー、ハトのクッキーが入ってます。 あユッキー05303、かわいいってコメントくださってますけど、めちゃめちゃかわいいですよね。で、食べちゃいます。うん。美味しい。ほんとにね、ほんとに美味しいの、このクッキー。あのー、素材の味がすごくしっかりとしてて、すごいバターの味がしっかりするんだけど、でも、持たれる感じのバター感じゃないので、ほんとにね、美味しいんです。 で、小さいけど、一つ食べると、あの、すごく満足する感じなんですよね。ま、ずえさん、えー、可愛かったし、美味しかったです。ありがとうございます。ね、本当美味しいですよね。ね、ハトの形の他に、こういうキューブ型のね、クッキーも入っていて、なんかお皿の上に、こう、並べて、なんか物語がある風に並べて食べて、めて,ても、 楽しいんじゃないかなというふうに思っております。というね、こんな素敵なね、クッキーなんですよね。あ,あくびさん、えー、アロマオイルの、あ、あの、セッションの時にね、出させていただいたので、アロマオイル、アロマセッションの時にごちそうになりましたってコメントありがとうございます。ほんと小さいけど、一つでかなりね、食べ応えがありますよね。で、えっと、このクッキーなんですけれども、あの、直営店の方でも、あとね、 もうあと数個かななんだけど、あの、ご用意をさせていただいているので、もしね、ちょっと気になる方がいらっしゃったら、あの、ご来店いただけたら嬉しいなと思います。で、このクッキーすごく可愛いので、ご自宅用でもいいですし、お口物にもね、すごくいいんじゃないかなと思ってます。で、私はよく、あの、話をする、あの、文通文通をしている友達がいるんです。あの、文通というか、 お互い美味しいものとか、可愛いものとかを見つけたときに、こんなものあったよって言って、あの、お手紙と一緒に送り合う友達がいるんですね。もともと実はシエスタのスタッフだった子が、あの、シエスタを辞めた後も仲良くしている子がいるんですけれども、今その子が、えっと、金沢に住んでいるので、時々ね、こう、いろんなやりとりをしています。 で、今度はね、このクッキーを私ね、送ってあげようかなと思っているんですけれども、なんかそんなね、大切な人に送っていただく、贈り物としてもおすすめだかなと思っておりますので、もしよかったらね、皆様いらしてください。はい。というわけで、えー、今日のルのインスタライブは、えー、ホーチニアコダーザさんのオンラインオーダー会で人気のシャツをご紹介させていただきました。で、えっ、ー、と、シャツは、えっ、ー、と、 インスタの方を最後にアップした時にはリンクが見れるようにしておくのと、あと YouTube からご覧くださっている方は概要欄にあのリンクの方を貼っておきますので、6月の9日までと、もうあともう少しっていう感じになっているので、気になるシャツがありましたら、ぜひオーダーいただけたらと思います。 で、明日のインスタライブは、今、あの、今日、ホーチュニア・コダーダさんのことをお話をしたんですけれども、もう一つ、香りの薬局さんのキャンドルもご紹介をしています。で、そちらをね、改めて、ちょっとね、香りとかもね、試しながらご紹介をさせていただこうかなと思っていますので、明日も夜の9時からお付き合いをいただけたら嬉しいです。はい。ではではでは、今日はこの辺りまでにしたいなと思います。 ね、今日札幌雨も降ってすごく寒かったんですけれども、皆様どうぞお体気をつけて、良、えー、い夜をお過ごしください、えー。本州の方たちは、そろそろ暑さが本番になったりとか、そろそろ梅雨ですかね。ね、ちょっとジメジメもするような感じのお天気になってるんじゃないかなと思うんですが、そんな時こそ本当にこの子が役立ちますので、あのミントの石鹸と一緒に涼しく過ごしていただけたら嬉しいです。では、 えまた明日も夜の9時にお会いしましょう。えー、おやすみなさーい。